スタートしました。ほぼ揃いました。まずスタンド前から1コーナーへ向かいます。12番モルフェ・オルフェ出ていきました。やはり行きました。外からランドネ2番手、あとは10番ハーレムラインです。その後内4番アロハリリー、あとは固まって湘南バビアナも上がっていきました。さらにはリュヌルージュです。馬群の中に5番リープフラウミルヒ、各馬第1コーナーをカーブしていきます。1番エスポーアルは中段の後ろ、先頭は逃げる12番モルフェ・オルフェ、2コーナーへ向かいます。リードが1馬身、16番ランドネ2番手、2コーナーをカーブ、あとは2馬身差、3番手15番湘南バビアナです。そして内に4番のアロハリリーがつけて外ハーレムラインで向こう上面、そして中段の前に13番リュヌルージュです。そして中段グループは固まってリープフラウミルヒ、残り 1000m 通過、内3番サラキアです。外に1番のエスポアールがつけています。あとは半馬身差、9番のレッドアネモス追走して、内に14番フェアリーポルカ、中段の後ろです。残り 800m を通過、そして外に6番のカリビアンゴールドが追走、これから3コーナーです。あとは4頭広がって4枠2頭ダノングレース、マルシュロレーヌ、そして内には2番のフィリアプーラ、第3コーナーをカーブしていきます。最後方はレンコーアンジュ、最後方です。前は3、4コーナー中間、先頭16番ランドネ、4コーナーへ向かいます。ランドネ先頭に変わっている。そして2番手は10番のハーレムライン、第4コーナーをカーブ、外は追走する15番湘南バビアナ、4コーナーカーブから直線へ、外から追い込んでくるのは1番エスポアール。さあ残り 300m になって、先頭はどうか、頑張っているランドネ、残り200を通過した。間からは5番リープフラウミルヒも追い込んでくる。内をついて14番フェアリーポルカ、外からは懸命に6番カリビアンゴールド、14番のフェアリーポルカ、ゴールイン、フェアリーポルカ内から抜けました。